皆さんこんにちは。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺いするインタビューバラエティ水曜のニョキ、今週も始まります。さあ今回は舞台私のホストちゃんでホスト時雄役を演じます荒木宏美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回この舞台の制作発表の会見の場所でちょっとインタビューをさせていただくということで、はい、まさにここにいましたね、はい、舞台発表終わりまして、皆様とは顔を合わせることは今までありましたか？共演した子たちもいるんですけど、はいはい、大体が初めましての方でした、ね、今日が初めまして、はい、主演の松岡さんとも今日が初顔合わせ。そうですね、はい。今のところないですね、はい、すごくこう平和というか、はい、自分のやるべきことをしっかりやっていこうと思っているのか、人を蹴落とそうとしている人は今のところ見当たらないので、はい、すごく今は平和かなと、はい、でも稽古が進むにつれて、はい、絶対俺1位取りたいからあいつ引きずり落としてやるみたいな、はい、ことを考え始める人が出てきたら、はい、それこそギクシャクはしてくると思うんです、はい、思うんですけど、はい、どうですか？これね、はい、僕が出演するイコール、はい、多分このシステムを体験するファンの皆さんもおそらく初だと思うんですよ、はい、だからだと思うんですけど、すごく応援してくれていることは感じますし、はい、すごく嬉しいんですけど、これ経験者からすると実は本番になった時に大どんでん返しがあると。あ、だからずっと今のところポイントを渡さずにずっと貯め続けてるファンの人がいるらしいんですよ。最後にもうポンと、そうだから僕それのかませ犬になる可能性が今のところ一番強いので、はい、常に上位にいるから、はい、だからそれを考えるとこのままこう、はい、逃げ切れるように、はい、今応援してくださってる方もバテずに、うん、最後まで一緒に走り切ってほしいなっていうのをすごく心から願いますね、はい、ホストに対する印象は、はい、僕は正直そんなに悪いイメージなくて、はい、多分お酒を飲む方だったら、はい、飲みたい空間を選んだ上でお店に行ってると思うんですよ。それを考えたらその鉄板焼きが食べたいから鉄板焼き屋のお店に行くように、仕事の愚痴をこぼしたくて酒を飲みながらこう開放的に、誰かに人の話を聞いてほしいって思う女性が行くジャンルのお酒のお店なのかなって思うぐらいで、はい、もう全然そんなに悪いイメージはなく、はい、なんか人の話を上手に聞ける人たちが、はい、女性たちをこうなるべくストレスを感じない空間を作ってあげて楽しませてあげてるのかなっていうイメージがすごくありますね、まあ、僕は、はい、人見知りなんですよ。そうなんですか？で、普段も一人が好きだったり、はい、一人でいることの方が多いので人と会話をするということが、はい、職場以外でない。あ、プライベートではそんなにこう。そうですね、まあ異性の方と話すってなると本当にそれこそマネージャーさんだったり、はい、うちの事務所の女性スタッフさんぐらいしか、はい、プライベートで話すことってそうそうないの で職場、いろんな現場行って女性の方と、今でもそうですけど、はい、女性の方と仕事を通して会話することはできますけど、はい、プライベートの状態で女性と話すっていうのは、はい、得意ではないので、はい、だからそう考えた時にアドリブに対応できるのかなっていうことを考えると、はい、まあ、ちょっと自分がホストやるっていうのはハードル高いような気はしますね、はい。そうですね、はい、いやもう単純にまず僕に振られると思ってなかったので、はい、ドラマを今放送中だったりするから、はい、まあ、ドラマに出てた人たちが見本を見せてくれるんだろうなと思ってて、はい、なあオチは天王さんだろうっていう勝手な予想をしてたわけですよ、はい、2番手で呼ばれて、はい、マジかと思って、はい、でももうこのホストちゃんが決まってから、はい、もうそうですし、その決まる前も
その今ドラマでやってる松下優也くんと共演してたので、はい、そのきっかけで見始めていたので、はい、その番組でどういう口説きをやっているのかっていうのは見たことがあったので、だから、はい、好き好きにらめっこっていうのが、はい、覚えててすげえ助かったなって思いましたね。いくよ。にらめっこしましょ、惚れたらダメよ、アップップ。惚れた？惚れた？惚れた？はい、負け。俺の負け。あれをこうさらっと始めたので、うん、もうかなりあれを普段からされてるんじゃないかと。いやいやいや使い道ないですわ俺プライベートで一人でいるのに。あれもう見てるだけでドキドキしました。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあやっぱあれはすごく効果的なゲームなんですね。効果的だってまずにらめっこ自体がねちょっとドキドキしません、ね。うん、まああんまりこう、はい、ずっと何も言わずに目合わせるってことないですもんね。照れちゃってどうしてもこう目をね、うん、見せちゃう感じがしますよね。これがね、はい、俺ないんすよ。ないっていうか、はい、俺苦手で店の名前を覚えるのと、はい、場所を覚えるのも苦手だし、はい、あの商品名を覚えるのも苦手なんですよ、はい、だからお店を覚えらんない、はい、しどこのお店に何があるのかも覚えらんないから、はい、俺は多分すごく苦手な人間だと思うので、はいはい、じゃあそんなこうテクニックとか考えずにどちらかというともうそのままぶつかっていく感じですか。そうですね、もうあとはそれを逆手に取ったテクニックを考えて、お、私がやってあげなきゃって思うような方向に持っていくとか、はい、どう？母性をくすぐる方、うん。甘えるという形で口説いたりするんですよね。もうじゃあかなりもう女性の母性をくすぐってくすぐって、うん、こうじゃあこう引き寄せる感じなんですね、どっちかというと。そうですね、はい、僕がすがると思います。口説いてもらう方ですか。口説いてもらうか、はい、口説いた上でもすがりついてるか、はい。これだけかっこよければね、そりゃ、こうね、くどく必要もないかもしれないですね。本当ですか。はい、すごい。じゃあちょっとおとなしく待ってますね。毎回聞かれて困る質問なんですけど、はい、そうですね、はい、センスを感じる人。お、ちょっと深い。ちょっと深い感じしました。はい、しましたね。センスを感じる。そうですね。うん、まあ、おしゃれな人ですか。分かりやすく言うと、その服とかもそうだと思うんですけど、それよりも、うん、なんだろうな、人と話してる時とか、はい、例えばこう誰かを叱る時とか、うん、しつける時に、はい、その相手が反抗したいとか反発するようなあのストレスを感じるような怒り方じゃなく、はい、あ、じゃあやってみようかなとか直したいって思うような、なんか率先してこう改善したくなるような言い回し方のできる人、はい、ダメとかこう頭ごなしに言うんじゃなくて、うんうん、こう気持ちよくさせてくれる言い方を、そう、そうですね、へこんでる時とかも、はい、一人にしてほしい人だったり、はい、その話を聞いてほしい人だったりすると思うんですけど、その人を見て相手がどういうタイプで、はい、どういうへこみ方をしているのかを理解した上でサポートしてあげるというか、元気づけてあげれる人っていうのはすごくセンスを感じるなって思うから、人付き合いのセンスとかそういうことなんですかね、うん、そうですね、そういう点でもセンスを持ってる人っていうのはすごく尊敬できますし、はい、またそばにいてもらっても、はい、すごく支えになるような気はしますね。なんかすごいお母さんみたいな人ですね。そう、あ、でもそうだと思います、ね、うん、今回の舞台って、はい、今までの舞台に比べてお客さんとの距離感がすごく近い
イベントまではいかなくてもイベントに近い感覚で、お客さんが舞台を楽しめるシステムになってる作品だと思うんですよ。そういう点でもその役者をやっていると作品をステージ上から伝える作業がメインになってる分、お客さんとの距離感ってやっぱりこうどうしても一歩踏み込めないところ一線はあったりするので、そこをこう踏み越えてより近いところでできる作品だと思うので、そういう意味ではこう作品も楽しませながらもまたイベントチックなアトラクション部分でこうお客さんと一緒に楽しめたらなと、僕自身も楽しめたらなと思いますし、普段その客席にで見てるだけのお客さんが違う形で舞台を楽しんでもらえるように一緒に楽しめたらなと思います。ありがとうございます、はい、せーの、水曜のニョッキ、ありがとうございました。ありがとうございました。